久米田先生、32号を読みました。マジ勘弁してください。by パーソナリティ S など、どんどんお寄せください。さよなら絶望放送第98回、9時から5時までの男。先生、早くも間違い発見です。90が重ねる方の90になっています。あなたの方こそ発見がチケットを出す方の発見になっていますよ。本当だって、ラジオじゃ全然わからない。相変わらず5時の多い構成作家ですね。いいえ、これでいいのです。なぜなら今回は五字五色がテーマなのですから。音だけじゃわからないネタをどうしてやるんですか。なぜならマガジン32号で間違い探しネタがあり、さらにアニメ3期のテロップが間違いまくりだからです。ラジオも負けずに五色をしないと。そんなところまで原作通りじゃなくていいから。そうでなくてもこのラジオではリンゴモビレギームとか猫ニャッコとか必殺パンツとか間違いしまくりじゃないですか。ああ、今さりげなく私の中の人を非難しましたね。こうなったら非難するしかありません。その非難と非難ネタはもう外出です。こうなったらやけです。一人カラオケでマスカラを振り回します。そんなことしても雰囲気良くなりませんよ。あれ、なぜか変更できない。じゃあ死んでやる。投身自殺して海のもずくになってやる。先生、落ち着いて落ち着いて。まだ始まって1分ですよ。失礼しました。ところで人さん、例のラーメン屋には行かれましたか。はい、もらち絶望ネームヤンドレさんからいただきました、はい、某声優さんのブログでカフカが原作で替え歌を歌っていると、この話がアニメ化されてしまったらとプレッシャーを感じると書かれていました。 iPhone が大変かわいそうです。久米田先生、訴えるよ。訴えるよ。ほう、これは私も訴えたいんですけど。何故？あの話がアニメ化され、なんかちょっとオープニングで使われちゃったけどさ、なんかさ、アニメ化されたら私どうしたらいいかわかんないじゃないですか。でもこっちでやっとくとさ、もうネタつぶしになってるから、やらないかもしんないよ。でも、この間、神谷さんのせいでやる気になっていた監督が一人いたんですけど。どこの監督だろう。僕の知り合いの監督ってそんなにないんだけどな。神谷さんのせいでやる気になってた方が、あの白い、暑いのに白い長袖ジャケットを着ているあの監督が言ってたんですけど、冬場は黒なんだよね。そう、冬で色は変えるんです。そうなんだよね。夏場は白で冬場は黒なんだよね。これ私も思う、思うよ、思うよ。いやどうかな、久米田先生訴えられてますよ。新谷さん、アニメのサマーライブでコーチンコーチンってコールしていいですか。 by 絶壁艦隊。バーカ、どんどん寄せください。新谷さん、アニメでナミがモロチンと言ったらチンタニさんって呼んでいいですか。 by 静かなる中傷などどんどんお寄せください。ひとうさん、危ない。あ、何なんですか、いきなり。危ないところでしたね。危ないって、私はただスキップしていただけですけど。迂闊にスキップするとろくなことはないのです。ありますよね、最終回が劇場版にスキップしたり、地上波アニメが12話でウェブにスキップしたり。そう、コミックスに収録される前にスキップしてアニメ化したり、さらにはコミックスに収録される予定もない番外編をスキップしてアニメ化したり。流行語大賞と清彦、ついにアニメになっちゃいましたね。原作者もさぞや頭を抱えていることでしょう。そしてもともと放送する予定のなかった話がスキップされて最終回の A パートになるんですよね。え、ああ。原作を読んだ主演声優が監督にプッシュしたから最終回に間に合っちゃったんですよね。返して、私の中の人の声優生命を返して。いや、それはですね、絶望した。地上波で私にモロチンと言わせる原作者と監督と主演声優に絶望した。ラジオでもとうとう言っちゃいましたね。ついでに構成作家にも絶望した。絶望ネーム、共謀共同正犯、その他の皆さんからいただきました。絶望した。ナミのキャラは新谷さんが演じたことでウザキャラ的な立場が生まれたと感謝する原作者に絶望した。よかったじゃん。うん、キャ
ャラが立ったってことでしょ。キャラが立った私のおかげで。りょうじゃなんか、あれだね、なんか一瞬、菩薩様みたいな。何でも受け入れりゃいいんでしょ。違う、はい、もろちん、もろちんみたいな。そう、はい、はい、もろちん、もろちんですよ。もう何だっていいですよ。もうだってもうしょうがなくない？もうさ、私もこのラジオを始めて、こんだけ経って、最近の私の思考回路に、もうちょっと、もう諦めがついた。あ、本当に、うん、僕はもうね、あの、打ち合わせの最中も言ったんですけどね、りょうこちゃんを見てるとね、すがすがしい。本当にね、素敵な女性だなと思うんだよね。もうね、なんかあっても、すがすがしいですよ。はい。対応の仕方がちょっと絶望放送チックになってきてる自分がいて。な、もういいの。いかんよ。いや、でも、もうそれ喋ったそばから忘れていかなきゃいかんことだからね、この場ではね。でもほら、だってもうしょうがないじゃん、これ。絶望ネーム、モロチングモンスイート。お前最低だな。お前ほんとに最低だな。モロチング、なんだこれ。モロチングモンスターさんからいただきました。なんだこれ。ということで、ここでですね、相方の新谷涼子ちゃんを、おぉ紹介したいと思います。新谷涼子ちゃんです。二の辺組、出席番号27番、人は波役の新谷涼子です。はい、どうもどうも。非常にマシンボイスな感じが。え、なに、もう一回挨拶する。わかったわかった。二の辺組、出席番号27番、人は波役の新谷涼子です。はい、あ、新谷さんちゃんとしてんな、二回も挨拶するね。さすがですね。はい、このイベントのためにディレクターがですね、一生懸命作った、新谷サンプラー、名付けて涼子ロイドです。涼子ロイドよ、涼子ロイド。バーカ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 。はい、いろんなことを喋りますよね。りょうこちゃんはさ、やっぱり今日のイベントをものすごく楽しみにしていたよね。モロチン。あ、間違えた。あれ、これだ。あ、もう、これだよ。モロチン。あ、違う。惜しいな。ちょ、神谷さん、ちょ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 、連射してみましょう、連射。モロチン、モロチン、モロチン。あの、これ後で本当すいません、すいません、あの、場所柄をわきまえてください。ああ、ここはいいんですよ。後で怒られるから。周りに丸見えですから、こうすごい高層ビルがいっぱい見えるけど。モロチン。ああ、こら。楽しいじゃないですか、このアイテム。絶望ネーム、地獄の沙汰も金友次第さんからいただきました。普通っていうな。童貞なのでバストアップと聞くとけしからん妄想してしまいます。普通って言うな。ああ、これ上級者になるとパンプアップだけでもう爆発しそうになります。上級者すぎる。すごい上級者だね、パンプアップ、パンプアップ。ああ相当ですね。ああ、杉田君今すごいいい顔したな。なかなか見らんないぜその表情。いやいや、なるほどね。すごいな。まあ、ちなみに涼子ちゃんはやっぱりこの単語を聞くとけしからん妄想するの？モロチン。ああ、そうなんだ。さすがですね。しょうがねえな。ものすごい上級者だね。すごいな。ひどいひどい。何この大丈夫ですか？これはもう大丈夫ですか？けしからん機械だねこれね。これダメです。欲しい人すげえいると思いますよ。これは欲しいよね。まあでももうモロチンボタンはもういい加減かわいそうだからやめましょう。裏でもだえてますよ。上田さんも押してみる？え、モロチン。さっき戒めたのに。タ、え、今あ途中で止めたから。タもチンまで止めたから。もう恥ずかしくて会場が見れなくなったじゃないか。またあと楽屋にも帰りづらいよ。ああ、まあ約1名だけですけど。いや、触れてなくてよかった。まあでもほら、誰が押したかはね、りょうこちゃんは分かってませんからね。あ、そうだそうだ。5人で等しく押しましたよ。はい。絶望ネーム、フルティーン神谷さんからいただきました。はい、新谷さんに朗報です。夜音周辺の高い建物で働いている友人がいるのですが、マイクオンでモロチンを連呼している女性について複数の部署で話題に上ったそうです。新谷さん、はい、霞ヶ関で一気に知名度が上がりましたね。マイクオンでやったー。モロチンを連呼している女性。もう今拍手したやつみんなバカ。今拍手したやつみんなバカ。よっこちゃん、はい、本当にすいませんでした。いや、でもいいの、神谷さんは痛み分けなの、ある意味だからいいの。神谷さんもほら嫌なボタン1個あったんでしょ。まあね、あったね。もうだ、もうバカ。いやー、まあ押してる時は非常に楽しかったんですけれども、押されてる時はどうでしたか。怒ってた、怒ってた。あのね、
あれあれの女性楽屋部屋はテレビが置いてあって、そんなにね、あの男性の皆さんの会話は聞こえてこなかったんですけど、だから我々の声はそんなに返ってなかった、まあ、ちょいちょいなんか喋ってるなみたいな雰囲気は伝わってきたんですけど、はっきりとはね、そんなはっきり聞こえなかったもんね、なんですけど、そこのセリフだけは綺麗にスパーンって入ってきましたね。なんでだろうね、不思議だったね。おいっつって立ち上がっちゃったもんね、うん、おいっつって立ち上がっちゃったもん、ね、もうりょうこちゃんがバーガーもうバーガーっつって言ってました。そうで、袖まで走っててちょっと覗いちゃったもん、何言ってんの、うん、いや何言ってんの、押しすぎじゃない、何も、まあそうだね、バーガーもバーガーっつって、いや反省はしてますよ、本当だよ、反省はしてますけれども、まあ来られなかった方もいらっしゃると思うので、これだけの会話を聞いてるとですね、涼子ちゃんが急にそういう単語を喋り始めたみたいな印象があるかもしれませんけどもおかしい人だ、ね、そうですね、詳しくは説明しません。バカバカ説明して説明して、ヤオンってすごいね、ヤオンってすごいね、響くね、まさかあんなに涼子ちゃんのモノジンが響くとは思わない、バカバカ、そもそもおかしいでしょ神谷さん、まあ一応有料放送されるみたいなのでですね、詳しくはそちらの方で聞いていただきたいんですけれども、まあなぜかですね、りょうこちゃんがですね、この単語を連呼し始めましてですね、ダニエさんだって変なこといっぱい言ってたじゃん、そうですね、言わされてましたね、まああれはそういう状況においてまあ仕方なかったんですけれども、まりょうこちゃんがまさかこんなこと言い始めるとはね、あ、言ってない、大変だったね実感こもりすぎだよ、マリナ。涼子ちゃん頑張ったよ。頑張って。涼子ちゃんは頑張ったよ。頑張ってない。すごいよかった。バカ、みんなバカ。有料放送が配信になった後にですね、また詳しくこっちの番組の方でもフォローしたいと思います。嫌いだ。嫌いだ。私これやれって。いいよ別に。はいはい、なんか私もうこのネタ言うつもりなかったけど、はい、絶望ネーム山田のモロチン。絶対勇気なかったけどね、いや山田の本人はちょっとひどいひどいでしょひどいでしょ、本当にバカ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 ひどいね、いやもうね、絶望ネームバナナはおけつに入りますか、女性とですね、山田のモロチンは最悪だね、ダメだと思う、これね本当にひどいですけれどもね、いや絶望ネーム、あなたがエロ動画さんです。酔っ払ってます？うん、酔っ払ってないよ、バカだな。あなたがです。あなたがエロ動画さんからいただいてます。あなたがエロ動画からいただいてます。うん。とあるラジオのゲストに出演していた新谷さんが、うん、そのラジオの罰ゲームに対して、ここ2年で感覚が麻痺しているんですよね、と難なくこなしてしまったことに絶望しました。言うなって言ったじゃん。こっちに送ってくんなって言ったじゃん、バレるじゃん、どういうこと、りょうこちゃん、何がですか、これどういうことなのかな、うん、何がですか、ここにね何があったの、りょうこちゃん、なんでしょうね、うん、なんか剥けなくていい皮が一皮剥けてる気がするんですよね、でもやっぱりね一皮剥けるっていうのはね悪いことじゃないような気もするから、それはそれでいいんじゃないか、でもほら女子が、うん、女子が最終的にまとっているべき何かがない気がするんです、ない。そんなことないよ、麻痺してるんです多分、そんなことないよ、やっぱりねその難なくこなしてしまっているっていう、それね、こなせるってことがいいと思うんですよ、でもね、今まではできなかったことができるようになるっていうのは進化ですから、罰ゲームですよ神谷さん、おう、でその相手の男のね、うん、男性声優さんがまたピュアでピュアでこんなの僕言えない的なことに対して、うん、まあ同じセリフじゃないんですけど、あそんなに大変なセリフが入ってんだなんてこう引いたら、うん、どこがみたいになっちゃってあれ私感覚おかしくないみたいな、いや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 、そんなことないよ、全然言えちゃうんですけどみたいな、そう全然いいじゃないですか、仕事に対してね、そうそうそう、罰ゲームが罰ゲームにならない感じ、向こうのラジオ的には全く仕事してない感じですよ、これりょうこちゃんのその力の高さを見せつけてやったわけじゃないですか、多分向こうのラジオ作家さんはやだこんなの言えるわけないじゃないですかみたいな私を期待してた気がするんです、はあ、それがはえこれえ全然言えるんですけどみたいな、この麻痺っぷり、麻痺っぷり、麻痺っぷりなのか、もしくはその作家がそれはもうりょうこちゃんのちゃんと能力を見定めてちゃんとセリフを考えてくれないと困るわけですよ、ノーコメントでね、もううちのりょうこはモロチンぐらい全然平気でいますからね、バカ、うん、ここのせいじゃん、全然平気ですからねそんなものね、バカ、いや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 、バカバカバカ絶望放送バカ本当に、本当に私今年取り戻していくからね、取り戻していく
からね。女子像。まあじゃあ両方。可憐な女子像。今年の目標は可憐な女子像。あったかどうかわかんないけど。うん、そうですよ。いいか、もうマリナのいつぞやの目標と一緒ですよ。ドジッコとか行くよ。ドジッコとか行くよ。今年は。うん。ヨコちゃんでも大丈夫だよ。うん。絶望ネーム、構成 T、カッコ41歳、ハゲからいただきました。絶望した何気なく、モロチンでググってみたら、トップの記事に、新谷さんの名前があって、絶望したなんかもう本当にすいませんすいませんこう掘った方がいい。こう掘った。でもまあ、りょうじゃんが、構成 T に怒ればいい。これ誰に怒ればいいの？なんだろうな。これなんか今、なんか、先生だとは思うんだけど。構成 T が思わず謝っちゃったから何ってなったけど、よく考えたら別にこれ構成 T じゃない気もするし。ね、かといって、アニメ以外で言わせたのはこの番組だし。そうなんだよね。いたずらに広げた感はあるけれども、うん、多分。ただ、あれをアニメ化させたのは神谷さんの発言だし。久米田先生が。久米田先生はだってもう謝ってくれたし。あ、じゃあごめん。あ、違う。そういう意味じゃない。ごめんなさい。ごめんなさい。怖いよ。怖いよ。謝るのは違うんです。違うんです。違うんです。だから誰に怒ったらいいか分かんないよねって最後思って、ね。ごめんなさい、お兄さん。マネージャーがいるんです、そこに。ごめんなさい、お兄さん。すみません、本当に。うん、あ、そうですか。本当にごめんなさい。違う、違う。まあ、なんならね、事務所を通して正式に謝ったりもね、できますけれども。それは、僕全然痛まないので。謝るのはタダですからね。失敗したよ。絶望ネーム、人としての軸消失。長年付き合った彼氏から、プロポーズされた時の涼子さん。涼子。うん。これからもよろしくね。結婚成立。不涼子。しょうがねえな。お前は私がいないとダメだからな。結婚成立。普通の子。もろちん。久米田先生のせいで破談。もうこれはしょうがない。バカ受けです。これはね、仕方ないですね。うん。久米田先生のせいなのか何だか分かりませんけれども、頭を一緒によぎったんですかね、あれがね。かもしれない、うん。非常に仕事熱心というか、ね、なんだろうな、完全にイコールになっちゃってる気もしますけれどもね。ひどい。久しぶりに聞きましたね、モロチン。本当だよ、もう言わなくて済んでると思ってたのに。涼子、結婚してくれ。モロチン付き合いましたから、そりゃもう残念ながら、なんだろう、急にそんな、下ネタに走らんでもみたいになりますからね。意図せず、肌になってしまいますよ。まあ、久米田先生のせいかどうかわかりませんけれどもね。というわけで、バカ受けでございました。絶望ネーム、トロロイモさんからいただきましたよ。はい。テレフォンショッキングから電話が来て、明日来てくれるかなと聞かれた時の涼子ちゃん。良い涼子。一泊置いて。いいとも。可愛くお返事。タモさんにっこり。不良子。客席のみんなも一緒に。いいとも。と、スタジオを盛り上げ、タモさんタジタジ。普通の子。モロチン。と、元気よく返事。タモさんと会場の皆さん、ドン引き&某掲示板で炎上。皆さん、苦笑い。やや受け。これやれって言っといてやらせてややってどういうことですか？ちゃんと責任取ってバカ受けぐらい笑ってください。うん、嘘でいいから。まあ、ね、ある意味ね、テレフォンショッキングで電話が来て明日来てくれるかなと聞かれた時の涼子ちゃんでオチは見えてますからね、これね、若干ね。うん。もうこれもろちん言わせたいんだなっていうのはもう若干見えてますから。せめてちゃんと笑おうよ、言ってくれたなっていう感じの笑いでしたけれども、ね。ひどい。ひどい。いいんじゃないですか、これは。